プーさんの冒険は世界のディズニーパークにあるアトラクション。クマのプーさんをテーマにしたダークライド型アトラクションでプーさんとその仲間たちが冒険する代表的なエピソードを追体験する。東京ディズニーランドではこのアトラクションとストーリー展開などをほぼそのままにライドシステムをレールのない床を走行するものに変更したプーさんのハニーハントが2000年にオープンしている。 27年間の歴史を持つダークライド型アトラクション、東都市のワイルドライドをクローズし、そのガイドレールを再利用してオープンしたオリジナル版、プーさんの冒険。ライドはハニーポットの形をしている。ディズニーランドにはオリジナル版の東都市のワイルドライドがあるが、そちらは存続し、カントリーベアジャンボリーをリプレイスしてオープンされた。ファンタジーランドではなく、クリッターカントリーに立地するのは、 ディズニーランド版だけである。オープン日は東京ディズニーランドのプーさんのハニーハントより後だがガイドレール方式が採用されている。ライドは他のパークより1列、多い3列でミツバチの巣の形をした大ぶりなものとなっており、ライドの上空上が屋外に存在する点も特徴的である。また、アトラクション内には全身のアトラクションである。 カントリーベアジャンボリーのキャラクターだったマックス、バフ、メルビンの3頭が現存している。途中で写真撮影が行われる。マジックキングダム版と同様にガイドレール方式のハニーポット型ライドを採用。2008年にイッツ・ア・スモールワールドがオープンするまで香港ディズニーランドのファンタジーランド内で唯一のダークライド型アトラクションだった。ありがとうございます。